吉田さん、まあある意味人生に後悔がないととりあえず言えるのは破産しなかったからでしょうね。金があるからです。ビジネスをやって、ビジネスって金を求めてるわけですから、サービスを提供した対価として目的であるお金を手に入れる、このサービスとお金の交換がうまく回り続けて、ただ働きをせずに済んだってことと、自分のサービスと価格が多くの人に受け入れられたってこと、それが自分の肯定感を高めてくれたんじゃないかなと思うんですよ。働くだけ働いて金にならなかったら、それはもうね、後悔の嵐だったと思いますよね。まあ本当腹くくってやったっていうのは、あまり自分を美化したくないんですけども、逆に言うと、私程度でもできたんだから、もっとね、困っている人、もっと志がある人が成功しないわけがないと思うんですよ。特にあの塾ね、私の入った塾、700人ぐらい入ったと吉谷さん言われてましたけども、広島からのこのこやってきてね、麻雀店をやりながら、パソコンも初心者なのに40過ぎて、パカ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 コメントにね、なんか書いてね、20時間ライブとか言ってセルフバックをコツコツやって、それでね、3年経ったら1億円できてるわけですから、なんかね、逆に言うと、その他の方法って思いつかなかったと言ってもいいですよね。もうこれでダメなら、綺麗さっぱりと。そんな感じだったですね。他があるなんて思わなかったですね。まあ情報がなかったんで、当時私の情報収集能力がなかったんで、まあそのヒルズ塾1個しか検討に値しなかったし、他のものを見る暇もなかったしって感じですよね。まあ吉谷さんも2000万の借金抱えて5年間やって、今の暮らし手に入れて、本当に会社離れてよかったなと。会社で起きたこと全てが今自分の血となり肉となってるっていう、例えばね、借金お前のもんやろって突き返された時も、あれがあったから今があるって思えるのは、まあ結果的にうまくいってるからですよね、今ね。もし途中で挫折して破産してたら、あの野郎、あの借金俺に追っかぶせやがってみたいになってたと思いますし、私ももしかしたらね、詐欺塾名みたいな感じでうまくいかなくなった人と、なんかどっかね、ネットの隅で愚痴を言い合ってたかもしれないですね。だから結果全てっていうのは何かっていうと、結果から今までの行動が肯定されるっていうかね、結果が証明するというか、だから挑戦を意義あるものとするかどうか、過去を成功とするのか失敗とするのかっていうのは、今日の時点で求めていたものが得られたのかってことにもう全て起因するんじゃないかと思いますよね。やるだけやったけどダメだしたっていうのは、まあ気持ちとしてはね、精一杯やったから諦めつくけども、でもダメージはダメージのまま残るわけですから、気持ちの満足感とかね、達成感とか他に、それはそれできついんじゃないかなと思うんですよ。どうせならうまくいって、傷も癒えて、余剰資金もできて、豊かな人生が始まって、ああ後悔がなかった、今の私の後悔として言うのは、二十歳の頃になんでこれができなかったんだっていう時間的な後悔ですよね。まあこれはもうどうしようもないんですけどね、私が二十歳の頃はネットビジネスなんてなかったですね。でもやっぱり二十歳の頃にこれができてればなと思います。49歳にもうちょっとでなっちゃいますからね。いってらっしゃい。